こんにちは、ミカです。日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しました。今まで1万人以上の生徒さんにお教えしてきたパンの中からえりすぐりのパンを皆さんにご紹介していきます。今日はおやつにぴったりなプチチョコパンを作っていきますよ。まずアーモンドの下処理をしていきましょう。アーモンド 20g を包丁を使って細かくカットしていきます。硬いのでね、手を切らないようにしてください。ボウルの方に強力粉 130g、 全粒粉 20g、 パン用を使っていきましょう。ココアですね、ココア無糖を使っていきます。 15g、 インスタントドライイースト 3g、 塩 2.6g、 3g 測って少し減らすか、 2g 測って少し足してください。お砂糖 13g、上白糖でもグラニュー糖でもきび糖でもいいですよ。カードの丸い方を使ってざっくり混ぜ合わせましたら、お水 110g を加えてさらによく混ぜていきましょう。お粉が結構残りやすいので、カードでね、切るようにして混ぜてあげるとお粉が入りやすいです。まあ、多少お粉が残っててもいいので、だいたい混ざったかなと思ったらテーブルに生地を出していきます。ボウルに残った生地も材料の一部なのでね、きれいに取ってくださいね。はい、そしたらね、さらに材料を混ぜ合わせていきます。手のひらを使って大きく押して戻す、押して戻す、押していきましょう。たまにカードの平らな方を使ってかき集めてあげて、しっかり混ぜ合わせていきます。手と一緒に生地が戻るようになったら、今度はこねるという作業をしていきますよ。右手で左奥、左手で右奥という形でしっかり生地を転がしていきましょう。生地がピーンと張って弾力が出ましたら、グルテンのチェックをしていきます。グルテンがしっかりできましたら、バターを混ぜ合わせていきましょう。バター 15g を細かくカットして茶巾状に包んで、押して戻す押して戻すやるんですけどね、そこのところのね、動画がね、うまく撮れてなくてごめんなさい。いきなり混ざってる動画になっちゃったんですけれどね、しっかり混ぜていってください。はい、大変です大変です。動画はどんどん進んでっちゃいますね。はい、バターが混ざりましたら生地を広げて、先ほどカットしておいたアーモンドの一部とチョコチップ 20g の一部、クランベリー 20g の一部を乗せてあげて、具の乗ってない方の生地を剥がしてかぶせます。で、かぶせた上に残りの具を乗せてあげて、具の乗っていない生地をかぶせましたら、カードの平らな方を使って切って、重ねて切って重ねてという形で具をしっかり混ぜ合わせていきましょう。やっとね、追いつきましたね。よかったです。はい、だいたい混ざりましたら、生地を丸めていきます。しっかり丸めていきます。生地の表面に具は出ちゃってもしょうがないと思っててくださいね。具の量がすごい多いのでね。はい、そしたらボウルに入れて、乾燥しないようにラップをしましたら、30度の発酵器で50分見ていきます。だいたい 1.8 倍ぐらいになるまで発酵させていきましょう。はい。50分経ちました。生地膨らんでますね。フィンガーテストしていきます。人差し指の第2関節までお粉をしっかりつけて、ブサッと穴を開けます。穴の大きさが変わらなければ OK です。そしたら台に打ち粉をして、生地を出してあげましたら平らにしてあげて、軽く丸めてベンチタイム10分取っていきます。乾燥しないようにラップをかけておいてくださいね。10分経ちました。はい、成形していきます。天板にクッキングシートを敷いておいてください。表面に打ち粉をして、綿棒で軽く伸ばしていきます。厚さ1センチぐらいですね。大きさは 15×15 ぐらいですかね。はい、こちらを4本にカットしていきましょう。もうね、適当でいいです。今日は楽ちんですよ。こういう時ってね、気をつかなくていいのでね、のびのびと作れちゃいますよね。はい、適当にカットしていきます。ただあまり大きさ変えないようにしてくださいね。大きさがかなり違うとね、今度調整時間変わってきちゃいますので、大きさは揃えます。形は自由でいいです。具がちょっと落ちちゃった場合は生地の中に入れちゃってください。最終発酵の時にね、膨らみますので、生地同士がくっつかないように適度にね、隙間開けといてあげてくださいね。はい、
こちら最終発酵です。35度の発酵器で30分見ていきます。室温発酵させるときには乾燥しないように上にラップをかけておきましょう。だいたい高さがね 1.5 倍ぐらいになれば OK です。その間にオーブンに余熱を入れておいてください。180度で余熱を入れていきます。はい、30分経ちました。膨らんだの分かりますか？これから焼いていきます。180度で8分から10分焼いていきましょう。楽しみですね。ここでちょっとお知らせです。もっと詳しく学びたいという方向けにオンライン講座をご用意しています。イラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただく講座です。この YouTube チャンネルでは紹介していない美味しいパンの作り方はもちろん、いろんな角度から撮影をしているので、より分かりやすく気をつけてほしいポイントを詳しく説明しています。何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早くなりますよ。詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひご覧ください。はい、焼き上がりました。出していきましょう。どんな風に焼き上がってますかね。いいですね。じゃあですね、これ半分だけもうちょっと甘くしていきますね。粉糖大さじ1をビニールに入れてパン半分だけ入れちゃいます。で、少し空気を入れてふさっと閉めました。ここでね、振っていきます。粉糖をしっかりまぶして、甘いパンとほろ苦いパン2種類にしていきます。真っ白になりましたね。美味しそうですよね。いい感じです。そうそう、私時々ですね、 YouTube ライブでパンのレッスンしてますのでね、お時間の合う方はね、ぜひ参加してくださいね。ふるってない方とね、全く違うパンのようなイメージですよね。いかがでしたか？いつもはですね、実はクランベリーではなくってフリーズドライのイチゴを使っていくんですけれども、ちょっとなかったのでね、今日はクランベリーにしました。オレンジピール、くるみ、ヘーゼルナッツ、アレンジをいろいろ楽しんでください。ではいただいてみます。一口パンなので一口で食べたいんですけれども、動画なのでちっちゃく切っていただきます。とってもココアの苦みが美味しいですね。逆にこちらの白い粉糖をまぶした方は甘みが増してお子さん向きだと思います。ぜひ両方試してみてください。ではまた。